はい、アンフィグループの吉田です。今日はビビリ矯正と、オレオレカラーのメニューを使って施術をさせていただきます。まあ、ビビリ矯正っていうのは2パターンあって、まあ、髪の毛がこうパーマや、宿毛矯正だったりデジタルパーマブリーチでちょっとこうチリチリになってしまったっていう方を完全には治せないんですけど今の状態よりも手触りを良くするパターンと、あと過度なダメージを受けている、まあ、過度な髪の入れ気があるっていう方に対してまあ、艶髪を作る時に用いるものになるんですけど、今回はそれにプラスオレオレカラーっていうね、ジュエリーシステムシリーズの中で唯一 のカラーメニューなんですけど、まあ、通常のカラーよりも10分の1のダメージでカラー施術ができるっていうメニューを組み合わせたものをやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、まずはビフォーですね。今回の方は、ブリーチが数回と、あと、スパイラルパーマがあります。で、この前に1回ビビリ矯正が入ってて一度スパイラルパーマを、ストレートに1回直してるんですね。で、その後またスパイラルパーマかけたっていう形になってるのでちょっと入れ気が結構重なっているので今回はビビリ矯正とオレオレカラーっていうのをやっていきます。はい、まず薬剤塗布ですね。一応ね、全体的に見てスパイラルパーマなんでこう均等にカールがかかってるように見えるんですけど、やっぱり根元、中間、毛先によってちょっと入れ気の多さだったりダメージの強さっていうのはちょっと違うので薬剤も分けていきます。まあ、根元の方がね、健康毛で、で、中間毛先に向かってちょっとこう切れ毛が起きたりとかしやすくなっているのでそこの塗り分けっていうのをしています。で、薬剤をまあ使う時のポイントとしては、まあ、基本的にビビリ矯正なんで宿毛矯正とは違うんですよね。宿毛矯正の、まあ、一応弱いバージョンって思っていただければ分かりやすいと思うんですけど、宿毛矯正の場合っていうのはもともとある、まあ、健康毛であってもくせ毛を伸ばすっていうのがまず前提としてあるので、ある程度のね強さっていう、まあ、薬剤の強さだったりアイロンのワークの強さっていうのが必要になってくるんですけど、ビビリ矯正の場合っていうのはくせ毛っていうもの自体は伸ばすことはできないです。それをやってしまうと結局健康毛に対しての施術になってしまって、今回みたいなビビリ矯正の場合っていうのは先ほど言ったように髪の毛がチリチリになってたりとか、あとまあこうやって入れ気が重なってハイダメージになっていたりとか、まあもう何をしても切れ毛に次になりますよ、 何かダメージを受けた時点でもう切れ毛になりますよっていう髪の毛になってるので、それをギリギリ切れ毛にしない中でツヤ髪を作るっていうのがビビリ矯正の特徴になりますので、そこの部分の薬剤っていうのは選定があります。はい、次はアイロンワークですね。今回ストレートにするんですけど、ストレートにした中でボブスタイルのストレートにします。なんで今までスパイラルパーマこうお客さんされてきたんですけど、結局短く髪の毛をすることができなくてボリュームが出てしまうから今までそういうスタイルをやっていたんですけど、まあ、前回ストレートにさせていただいて、まあ、ちょっと収まりが良かったので今回ちょっと思い切ってボブスタイル のツヤ髪のストレートにしたいっていうことでご来店いただいてます。なのでこれからまあちょっと今長さを残した状態でアイロンワークだったり薬剤塗布っていうのはしてるんですけど、全部仕上がった後にはちょっとバッサリカットしてまとまるツヤ髪のボブスタイルにしていきます。アイロンワークに関しては基本的に先ほど言ったように癖を伸ばすっていうよりもパーマを落としたりとか、そのさっき言ったチリチリを直したりっていうアイロンワークになるので、ほとんどテンションっていうのはかけないようにしています。もう特にプレスって言ってこう挟む力ですねはかなり抑えるようにしてアイロンワークというのをやっています。で、そうしないとやっぱり薬剤が相当弱くても結局アイロンの熱の力だったり引っ張る力で髪の毛が切れてしまったりとか、あとはまあビビリ矯正をする上でビビリ毛っていうのを対象にしているのでビビリ毛がひどくなっちゃったりとかすることがありますので、そこはちょっとデリケートな施術をさせていただいてます。
はい、最後仕上がりですね。まあ先ほど言ったようにボブスタイルにさせていただいて、かなりツヤ髪の、まとまるスタイルになったかなと思います。で、基本的に縮毛矯正に関しても美容矯正に関しても、かけた部分に関しては基本的に2回目っていうのはかけないんですよ。で、なんでかっていうと、縮毛矯正の場合は半永久的に、まあ、くせ毛が伸びればもう伸びているので、次は生えてきたとこだけを縮毛矯正する。で、今までかけた場所は外すっていうのが、で、トリートメントでケアするっていうのが基本的には一番理想。で、ビビリ矯正に関しても先ほど言ったように切れ毛のギリギリを狙うので、やっぱり施術できてもその同じ髪だったら1回なんですよね。なので、ビビリ矯正に関しても縮毛矯正に関しても基本的には同じ髪には2回っていうのは施術は極力しない。ただまあ癖が残ったりとか、うねりが出てき戻ってきちゃったとか、そういうことがあれば施術をするパターンもありますので、そこはちょっとご相談いただければなと思います。はい、結構ね、今回の方は特徴的な方だったので、ただ同じお悩みを持っている方も多々いらっしゃると思いますので、もしお困りの方はお気軽にご連絡ください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。